すげえよ。いいよこれは。広いなサウナ。ね。めっちゃいい。めっちゃマッチョだね。いい体。ほんまやな。いい感じだよな。いい感じ？かっこいいかっこいい。男らしいね。いいですね。俺たちょっとあんまり右向けない。男らしいね。いい、あんまり右向けない。こんなんちょっと恥ずかしいな。なんでこの猫耳つけてんの？猫耳いただいたんや。かわいい。すいません。そっち行きました？めっちゃ行ってます。ちょっとしてこれダメだな。いたずらっ子だ。あ、いいよいいよ。おぉ、やってるやってる。なんて言うんでしたっけこれ。アウトブース。すごい、熱波が来ました。ありがとうございました。熱波オープニングトトノベトトノベ。あ、すごい、歌いながら見てくださる感じで、はい、頑張れ。あ、いいね、汗かいてきてる。いい感じにツヤンツヤンになってきました。顔に汗かいてんで、ちょっと気合い入れて、行くか、ね、水風呂いっちゃおう。お、行こう。せーの。あー、わー、サマさん。いいね。この椅子いい。これがまた気持ちいいんだよな。いいよね。このビュートめっちゃ良くない？くそー。手伝いでるよ。あらら、次これ使おうぜ。あ、そうやそうや。あ、あれだね、卓球で買った戦利品か。そうです。痛い？うん、聞かせてや、曲。俺のたーちゃんの。え、曲出してんの？たーちゃん、何でもやるね、すごいね。いや、気持ち美人っていう曲。おお、やきもち美人。そう、やきもちで忙しいよっていう。かわいい曲やん。これ歌詞は？歌詞書いてる。書いたの？うん、母ちゃんが、うん、これ、うん、すごっ。気持ち焼かせたくなるな。焼かせないで。焼き餅焼きたくないって歌だから。もう日に日に可愛く見えてくるんですよね。この人のとこ行かないでねみたいな、焼き餅焼いちゃいますみたいな曲なんで、なんかそこはちょっとリンクしたのかなと思います。はい、やった、うん、飲むね。カードついた。かわいい。すごい、めっちゃ表情良かったで、ね、今の。うまい。焼きもちベイビーやねん、あんた。もちもち。